されてます？探してねえよ。探してないですか？毎年少女漫画のコーナーで2時間何やってんだよ。お客様、お客様、お客様、ちょっと他のお客様の迷惑になりますんで、何か迷われてます、もしかして？ああ。何と何で迷ってます？よかったら話聞きますけども、この今日発売のスーパーセブンにしようか、年中発売のハチミツレモンにしようか、どっちにしようかなって思ってんだよ。考えてらっしゃるんですか？ああ、なるほどなるほど。嫌なことあんだろう、両方店員なら。あ、まあまあ、最新刊が出てるくらいですか。まあ、ちょっと転校してるんですけれども、このスーパーセブンというのはさ、転校してきた女の子が、行ったところがもうほぼ男子校なんだけど、7人の男がいて、もうそれぞれ頭がいいイケメン、運動ができるイケメン、で強い、喧嘩が強いイケメン、もうそれぞれの特性を生かしたもういろんなイケメンが出てきて、その中でもうどれにしようかなって迷うやつなんだけど、気持ち悪い。おお、すごいんだよ。確かにそうなのかな、ヒメって呼ばれてんだよ。何見てんだよ、お前。いや、それも面白いと思いますよ。で、こっちのさ、ハチミツレモン、来年のそれ映画化されるんだよ。あ、そうですね。ちょっと予習でまだ読んだことないけど読むから。あ、そうなんですか。主演がやっぱいいんだよね。主演ですか？誰が主演なんですか？クリスタル系。クリスタル系、クリスタル系。で、主題歌がさ、カナヤなんだよ。あ、主題歌は西野からなんですか？K が変わるんです。あ、なるほど。じゃあもう両方買っちゃったらどうですかね。いや、両方は買えないんだよな。そうですか。やっぱ俺お小遣い制だからさ、3000円の中で月3000円、やっぱ漫画は月に1冊しか買えないんだよな。そうなんですか。あ、でも来週食べに行くパンケーキ我慢すれば買えるか。だからバカ野郎お前、パンケーキ我慢できるわけねえだろお前。両方行くだろお前。怖い怖い怖い。だから迷ってんだよお前。あ、そうなんですか。よし決めた。あ、決まりました。あ、よかったです。コボちゃんください。あ、え、